オーストラリア両国の国籍を保持している。1981年にシベニクで生まれたエルギッチは幼少期に家族ともにオーストラリアに移住。一家は西オーストラリア州のバースに今日構え、エルギッチはそこで少年時代を過ごした。その後エルギッチはサッカー選手としての素質を見出され、1997年から1年間。 オーストラリアのスポーツエリート養成機関である AIS フットボールで奨学金を受け育成対象となる AIS フットボールでの養成機関が終了した1999年にパースグローリー FC でプロキャリアをスタートさせる2000年にイタリアのユベントス FC へ移籍するがすぐにシーズンローンでスイスの FC バーゼルへレンタル移籍 その後、バーゼルへ完全移籍となった。バーゼルでの出場試合数は200試合を超えており、2005年から2008年までチームのキャプテンを務めた。2009年からはトルコのブルサスポルへ移籍している。セルビア・モンテネグロ代表として2006年5月27日のウルグアイ戦で代表初キャップを記録している。また、2006FIFA ワールドカップ本戦では、 二試合に出場した。ありがとうございます。